リバーエスクとリバーエスクの運転手。レーブングラス駅のターンテーブルの上にて、レーブングラスエスクデール鉄道は、イギリス・イングランドの保存鉄道である。イングランド北部、カンブリア州のレーブングラスからデールガースを結ぶ15インチゲージの狂気の鉄道路線であり、保存団体によって運行されている保存鉄道である。 最古の機関車は1894年に建造されたリバーアート。もともとはサンフィート機関で建設され1875年5月24日に開業した。イングランド初の公的な狂気鉄道だった。1897年に破産したが1913年4月に廃止されるまで運行された。九百十五年、バセットロークと RP ・ミッチェルという二つの有名な 鉄道模型メーカーにより15インチゲージに改め消された。1917年、再び運行を始めた。バセットロークが製造した車輪配置4から4から2のサンズパイルによって運行された。1920年代半ばにはデールガース駅まで延伸された。第二次世界大戦中は旅客列車は運行されなかった。保存団体が設立され、運行にあたる。 ありがとうございます。